名誉人さんリポートーイエーイ。はい、こちらでは名誉人さんの様子をアイメディア国際映像メディア専門学校のテレビ制作家さんのご協力でお送りしていきたいと思います。お送りするのは私、アイメディア国際映像メディア専門学校声優科声優コース2年生の矢川美優と、同じく声優科声優アーティストコース2年の萌香と、同じく声優科声優コースの山崎優奈でお送りします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、見てください、こちら黒装束の皆さんのパフォーマンスです。装束さんはなんと私たちのアイメディア国際映像メディア専門学校の学生 で結成された方々です。本当にかっこいいので、黒装束さんすごい動きが機敏でなんですが、中には女の子もいるそうなんです。すごいかっこいい。かっこいいね、うん、休みの期間中もこんなに暑い間も毎日頑張って稽古をしていました。すごいですね。すごい。黒装束さんは名脇人材ではいろいろなところで活躍しています。ぜひ黒装束さんのご活躍を皆さんその目に焼き付けてください。それではこれより名脇人行列が始まります。それでは皆さんお楽しみに。お楽しみに。せーの。はい、名脇人行列リポート、イエーイ。はい、ただいま行われているのは名脇人行列という行事です。すごいね。すごい、ね、はい、町民たちの守るために、うんうん、活躍した擬人たちの歴史を伝えていくという行事なんですね。へー。そしてこの様子はですね、江戸時代の様子を見立てているんですよ。へー、うん。そして私たちの通っている学校の生徒アイメディアも関わっているんですね。こうやって、すごいね。はい、実はこの踊りはですね、小国際音楽ダンスエンターテインメント専門学校の方々が振り付けを担当しているんですよ。うんうん、さすがだね。さすが。さすがとしか言えない。どうですか皆さん。すごい、なんか本当に昔の人みたいな格好してるみんな。ね、なんか髪とか。ね、髪型とかね、うん、江戸時代鳴き声もすごいね、そうやって聞こえる、ね、そうなんですよ。この衣装とか小道具はですね、私たちの学校が作っているんですよ。すごい、うん、すごい。はい、ぜひぜひ皆さん江戸の様子を皆さん見てくださいね。それでは名脇人行列のリポートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。